皆さんこんばんは。7月29日ネクスファームがお届けしています早わかり農業ニュースということで、今日も日本農業新聞さんの記事から抜粋でいくつかお伝えします。最初上ですね、仙台牛の出荷1万頭超えということで、肉質5等級に限った宮城県の銘柄和牛仙台牛の年間出荷頭数が2021年度に初めて1万頭を突破したそうです。同県で第11回全国和牛能力共進会を開いた17年度の約7800頭から4年で3割増えたとのことです。続いて真ん中ですね、AI を活用し農地の将来像を探るということで、人工知能を使って将来の農地面積を予測し地域農業の在り方の検討に生かす試みが岩手県内の自治体で始まったそうです。担い手が受けきれない面積を割り出しどう農地を活用するか検討していくとのことで、こういうところにも AI が使われるんですね。楽しみです。それでは最後、集落調査廃止を提起、輸出では新項目センサス見直しへの推奨ということで、農水省は28日農林業センサスの見直し方針を示した。次回の2025年調査から、集落の寄り合いや農地・水路の保全活動の実施状況などを把握してきた、農業集落調査を廃止すると提起、農産物輸出が、農家の利益につながっているのかの分析に向けた調査項目の追加も掲げた。農業集落調査の廃止方針には検討委員会から懸念の声も上がっており慎重な議論が必要になる。同省は廃止理由に調査する地方農政局の職員不足を挙げているそうです。また同省は農産物や生産関連事業の売上額に占める輸出の売上額の割合を新たに調べる方針も示したそうです。先の通常国会でも衆参農林水産委員会による改正輸出促進法の審議で輸出効果を正確に把握する手法の検討を求める付帯決議が全会一致で採択されていたということで、センサスなんですけれども全農林業対象者をですね、全農林業者を対象に5年に一度行われるもので25年度版は同年2月に調査を始めるとのことです。ちょっとここで、ネクスファームの PR ということで、こちら、ネクスファームでは現在、賃貸用の農業 ICT ビニールハウスということで、ハウスを借りてくれる方を募集しています。場所は花巻市のくぬぎの目に限定されるんですけれども、こちらにあります通りですね、非常に大きいビニールハウスになってまして、耐雪耐寒仕様、ICT システム付き換水制御でしたり、そういったものもできるということで、なんとこれをですね月額、10万円でお貸しします。ぜひ興味のある方は、ネクスファームまでご連絡いただければと思います。ちなみに農業用ハウスといいますけれども、別に農業じゃなくてもですね他にもいろんなことがあるんですが、ここに活用事例っていうのをちょっと紹介させていただきました。例えば新規事業の負担軽減ということで、こういったハウスを建設しようとすると、このご時世なんでとってもお金が必要になります。そこで賃貸することによって初期投資を抑えましょうということでの負担軽減ですね、そういったことですとか、異業種参入へのリスク低減ですとか、ハウスなので一年中ですね農業ができる環境ということでもお使いいただけます。それ以外にも例えばここにあります、オーナー制ですね、そういった契約栽培ですとか週末の農業体験、それから農業以外にもさまざまな全店舗型ということになりますので、そういった意味で活用しませんかということで、1棟あたり150坪という大きさになるんですけれども、ぜひ、よろしかったら、お問い合わせください。問い合わせ連絡先等はこちらに紹介しておきます。はい、それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。こういった形で、農業に関するニュースとか話題、そういったものをご紹介できればと思います。それでは、ネクスファームのチャンネル登録の方もぜひ皆さんよろしくお願いします。それではまた明日。